リエノテソウロは、日本の競争馬。2016年の全日本2歳優秀に優勝した。2016年8月27日、札幌競馬場の2歳新馬戦で、デビュー。コースタートから道中3番手で足を溜めると、直線残り100メートルで先頭に立つと2着馬に一番新反差で、押し切りデビュー戦を飾った。自走は、連投で、スズラン賞に出走。 道中3番手で追走し直線で、じわじわと加速すると、残り100メートルで一気に前を捉え2着馬に1馬身、1、4差で、デビュー2連勝とする。3戦目は、交流重賞のエーデルアイス賞。後位の外でレースを進めると直線で先頭に、立ち後続を突き放し、2着のアップという25馬身差を、突け足をした。そして迎えた12月14日の全日本二歳優勝では、 好位でレースを進めると3から4コーナーで前に並びかけ、直線で抜け出すと2着のシュゲルコングに3馬審査をつけ、優勝、J プニー初制覇となった。明け3歳初戦の3月11日のアネモネステークスに2番人気で出走。実に半年ぶりの芝レース、実戦も3ヶ月ぶりだったが4着に奮闘。その後、予定していた大賀賞は添えぬために回避。 一ヶ月後の NHK マイルカップに照進を合わせた。その NHK マイルカップは芝の各方面での実績場が集結し地方のゼイプニーを制した当馬とはいえ13番人気の完全な副平評価だったが、集団待機から直線では出走場中最速の上がり34秒、例の末足でアエロリットの2着と構想した。その後は制裁を書いていたが、 2018年7月5日のスパーキングレディーカップでは、道中2番手を追走から3コーナーで先頭に立つと、最後の直線でもそのまま押し切り、全日本2歳優秀2来の勝利を挙げた。その後、勝ちきれないレースが続き、2019年5月1日の柿椿記念12着を最後に現役を引退した。引退後は、北海道日高町の両県ファームにて、繁殖品馬となる。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。